大自然の中でキャンプを楽しむ催し、葉山四季との触れ合いが県立野外活動センターで開かれました。これはセンターが位置する柘葉山町の自然を通して夏を楽しんでもらおうというものです。初日のこの日はオリエンテーションが行われ、親子連れが葉山の森へと繰り出していきました。新型コロナの感染拡大による外出自粛など苦労も多かっただけに、大自然に囲まれて過ごす癒しのひとときとなったようです。滝で食器作るのが楽しい、うん、コロナがありますんでなかなか外出するのも難しくて、日頃のストレスをこう発散できる意味でも素晴らしいイベントかなと思います。街中とは違う涼やかな気候の中、参加者は竹を使った食器作りや食事作り、キャンプファイヤーなど1泊2日の日程を存分に満喫していました。